フレデリック・デ・ハウトマン、フレデリック・デ・ハウトマン、または、ホートマンは、オランダの探検家。航海士のペーテル・ケーセルと共に、南半球の星についての観測結果を残した。オランダの東、インドへの航海の先駆者、コルネリスで、ハウトマンの兄である。1595年から1597年の、最初のオランダから、東インド諸島への航海の間にケーセルの観測を、 手伝った。その後の公開でも、ケーセルの結果に新しく観測した星を加え、北スマトラノアチェノスルタンによって投獄された2年の間に、マレー語の勉強と天文観測を行った。1603年にオランダに戻った後、天文観測の結果を、マレー語とマダガスカル語の辞書と文法書に付記した。ケーセルとハウトマンの作った12の星座は、 ヨハン・バイエルによって作られた製図、ウラノメトリアに掲載された。1619年の東インド会社の船、ドルトレヒト号に乗船したハウトマンは、同じくアムステルダム号に乗船したヤーコプ・デーデルと共に、オーストラリアのデーデルスラントの沿岸に到達した。ジェラルトンの80キロ西方の沖に位置する島々と、サンゴ礁の連なりであるハウトマン・アブローリオスの名は彼に、ちなむ、 ありがとうございます。